総日食料株式会社は、総合商社、総日株式会社の主要特定市会社で、食料品専門商社、旧日商祝い,い系で、これまで、複数の企業やを吸収、統合したり、親会社から事業を継承したりして、現在の規模まで事業を拡大。親会社である、総日株式会社内では、リテール、生活産業本部に属する、中核市会社。 国内外の主要連結対象会社20社の中でも、1、2を競う等基準利益を計上する、創実株式会社グループ内でも、有数の有料企業、畜産原料から、食品、農水産原料、砂糖、基礎原料までを幅広く扱う、食の総合商社を自負、その総合性の強みを基盤に、物流、品質管理、商品開発に関わる高い専門機能を有機的に、 結びつけることで、独自の価値を創造し、世界の人々に安全、安心な食材を提供している。畜産原料、食料原料、砂糖、基礎原料の3つに大きく分類される、取扱い商品は、食に関わる、あらゆる領域に及んでおり、この総合性が大きな強み。また、この3つの事業領域に関わる幅広い原料、加工品をニーズに即して、 最適な商品として開発し、安全、安心を担保しながら、商品提供する仕組みづくりをする、品質管理、商品開発、物流事業の各機能を備えているのも特徴。さらには、海外からの食材調達という従来からの機能に、加え、近年成長著しいアジアを中心に、食材供給、製造加工、海外進出支援など海外事業の展開強化も、 図っている。なお、生体輸入事業で、国内トップシェア、北米産牛肉輸入量の30%の扱い、北米産豚肉輸入量の30%の扱い、8産品、貝類の輸入事業で、国内トップシェア、砂糖の国内販売シェア8%と、数多くの商品で、国内有数の取扱い量を誇っている。創実食料株式会社が、 新日鉄工は不動産株式会社から2006年4月に買収した企業で酒フレークを主力商品とする水産加工品、水産総菜の製造、販売会社、東日本大震災後の2012年、酒フレーク専用工場として新設された釜石工場では最新の製造設備を導入し、製造能力を従来より倍増し製造。 原料から製品までの一貫生産体制により、一般消費者向けの瓶詰製品、並びにおにぎりなどに使用する、業務用酒フレークを製造、提供。また、中国にて委託製造をする、しめサバの輸入販売なども手掛け、徹底した品質管理のもと、安全、安心な各種水産加工品を提供。旧日商祝い株式会社食品本部の新しい、流通の担い手として、 自動販売機分野の中身商品を直接提供することを目的とし1979年8月に設立された企業。総実食料株式会社及び総実株式会社が業務用冷凍食品メーカーの日東ベスト株式会社と共同でベトナムに2016年4月に設立した企業。ベトナムにおける日配惣菜の製造販売及び 畜肉原料の加工製造販売事業を2017年3月より開始、ベトナムで最新鋭のオートメーションシステムを導入した、日配惣菜製造及び畜肉加工工場を、創実グループが運営するロンドック工業団地内に建設し、日配惣菜製品を現地小売業者向けに、また畜肉加工品を現地小売業者及び外食店向けに販売。 まずは、イオングループのミニストップベトナム向けに、日配惣菜の製造販売から取り組みを開始し、続いて総合スーパーを展開する、イオンベトナムや、小型スーパーマーケットチェーンのヨンシティマートなどの、現地小売り業者向けに、日配惣菜及び畜肉加工品の製造販売を行い、事業拡大を進めることで、10年後を目途に、売上高30から40億円を目指す。 ありがとうございます。